JT マーベラス TV 最高の輝きを最大の感動をリポーターの原彩香です。埼玉県立武道館で埼玉アゲオ東レとの試合が行われました。その試合の様子をご覧ください。まずは今シーズン初顔合わせとなる JT マーベラス対埼玉アゲオメディックスの一戦です。第1セット2点を追いかけるマーベラス、田中瑞稀選手のスパイクで1点差に詰め寄ります。さらにライトからドルーズ選手のスパイク、コートいっぱいテクニックを見せます。逆転に成功したマーベラス、目黒選手のレシーブからジャスティス選手、うまくフェイントで落としていきます。目黒選手のナイスレシーブから再びジャスティス選手、今度はブロックアウト。このまま流れに乗ったマーベラスは第1セットを先取します。セットカウント2対2で迎えた第5セット、小川選手のブロック、そしてドルーズ選手のスパイク。この後も多彩な攻撃やブロックで得点を重ねるマーベラス、モミー選手のトスワークも光ります。5セット目前半を3点リードで折り返します。流れを完全に掴んだマーベラス、マッチポイントです。最後は芥川選手のサービスエースでゲームセット。敵地での長い試合を制したマーベラスは2ポイントを獲得しています。ドルーズ選手が合流して初めての試合だったんですけど、しっかりコミュニケーション取ってできたのは良かったんですけど、そのこれから勝っていくためにもっともっと精度を上げてって全員バレーで勝っていきます。続いては強敵東レアローズとの一戦です。勝負は2試合連続で第5セットまでもつれ込みます。5セット目を大量リードで折り返したマーベラス、目黒選手のレシーブから林選手、しかしこれはブロックに捕まります。一気に試合を決めたいマーベラス、ここをしっかりと決めてくれるのがドルーズ選手、そしてこのままマッチポイント。これもドルーズ選手がしっかりと決めゲームセット。最後まで粘りを見せたマーベラス、3連勝です。続いては JT マーベラス4連勝をかけて PFU ブルーキャッツとの対戦。第1セット、小川選手のブロック1枚で止めます。両者譲らぬラリーが続き打ち合いになります。ここで林選手ブロック、得点を重ねます。PFU も着々と点数を重ね1点差。チャンスボール、レフトの田中瑞稀選手、ここでフェイント、相手の意表をつきます。マーベラスセットポイント。
最後はドルーズ選手のブロック。このままセットを連取したマーベラス、 PFU ブルーキャッツをストレートで下し4連勝です。3セットで勝ち切れたことは良かったんですけど、やっぱり1セット1セットちょっとバタバタした場面が多かったと思うんで、そこをしっかり修正していきたいなと思います。今シーズン2巡目となるトーレアローズとの対戦、前回勝利を収めたマーベラス、今回も勝利なるか。まずは第1セット17対15でマーベラス2点リードの場面、ドルーズ選手のブロック、リードを広げます。モニー選手のナイスレシーブ、粘りを見せます。林選手のブロック、マーベラスブロックが冴え渡ります。田中瑞希選手のスパイク、しっかり決めます。第1セットを先取したマーベラスでしたが、接戦の末トーレアローズに敗れる結果となりました。連勝は4でストップです。連敗は避けたいマーベラス、続いては前回3対0で勝利している PFU ブルーキャッツとの対戦。第2セット終盤、2点を追いかけるマーベラス、ドルーズ選手のスパイクがアウトとなり PFU セットポイント。しかしここからが強かったマーベラス、ジャスティス選手のスパイク、そして田中瑞希選手のフェイント、マーベラスセットポイント。最後はジャスティス選手が決め第2セットを取ります。そのままセットカウント3対1で PFU に勝利し、連敗を阻止しました。JT マーベラス、埼玉アゲオメディックスをホームに迎えての対戦です。2セットを連取して迎えた第3セット、小畑選手のファインプレーでボールを落としません。埼玉アゲオも粘りを見せます。このラリーを決めたのはドルーズ選手でした。ビデオ判定の結果、マーベラスのポイント、貴重な1点を獲得します。小川選手の速攻、リードを広げます。さらにライトからドルーズ選手、マーベラスマッチポイント。最後は田中瑞希選手が決め、ゲームセット。マーベラスがホームで勝利しました。続いてはトヨタ車体との対戦、まずは第1セット、序盤から長いラリーになります。ここはトヨタ車体にうまく落とされます。ここで流れを変えたのが林
林選手でした。ここでブロックの間を抜く林選手のスパイク。小畑選手のナイスレシーブ。この長いラリーをマーベラスが制します。第2セットは落としたものの、セットカウント3対1でホームゲームを2連勝で飾っています。こちらが現在の順位表です。1位はトヨタ車体、それを僅差で JT マーベラスが追いかけます。マーベラスの逆転劇に期待です。ここでスペシャル企画、シーズンを盛り上げるべく得点パフォーマンスを考えてみました。今回パフォーマンスを考えてもらうのはこちらの5名。どんなパフォーマンスになるのでしょうか。もうしけたじゃん。自分がしけたじゃん。今日も見てたけど、またぶりっこしてるわ。これといったものが決まらず、時間が過ぎていきます。5人が悩んだ末に決めたパフォーマンスがこちら。怪我だけは気をつけてください。 JT マーベラスではオフィシャルファンクラブ会員を募集中。ファンクラブ会員はご覧の3つのコースから選べます。入会記念品としてオリジナルグッズのプレゼントやイベントへの参加優先券など、さまざまな会員限定特典があります。一緒に JT マーベラスを盛り上げましょう。マーベラスのホームゲームは12月7日8日に加古川市立総合体育館で行われる日立姫路との対戦。一緒にマーベラスを応援しましょう。